です。明けましておめでとうございます。今年一発目の動画となります。どういう企画かというと、2023年、去年ですね、良かった掃除機ランキングベスト5をお届けさせていただこうと思います。で、この動画なんですけれども、スティッククリーナー以外にもですね、幅広くで清掃機器取り扱ってるんですよね。例えばロボット掃除機とか、水拭き掃除機、リンサークリーナー、スチームクリーナー、高圧洗浄機。まあ、こんなものをですね、幅広く取り扱ってまして、去年ね、30台以上レビューしたと思います。なので、この中で特にですね、感動したものを5つランキング形式で今回お届けさせていただこうと思います。第5位、これね、めちゃめちゃ感動しました。シャープのですね、ラクティブエアー ECKR1B というスティッククリーナーで、ラクティブエアーっていうね、僕掃除機の中でもね特に好きなシリーズなんですよ。シャープのの中で初めて紙パックタイプが登場したんですよね。でですね、特に去年すごい流行ったのがスティッククリーナーなんですけれども、サイクロンじゃなくて紙パックタイプが特に売れていて、日立が筆頭になんかすごくね、今までのサイクロンのいいところを取り入れつつ紙パックにしたっていう製品が流行ったんですよ。シャープでも一発目で去年出たのがこちらの製品なんですが、めちゃめちゃ良かったっすよね。では、スペックこっちに出すんですけれども、特徴を順番に解説していきます。まずね、第一に紙パック式っていうことと、あとは 1.3 キロのめちゃめちゃ軽量モデルということと、あとはヘッドがですね、すごくスマートで小回りも効いていて、しかも回転ヘッドなので、フローリングからカーペットまで対応できるよっていうヘッドと、あとは当然なんですがスタンドがついていて、そのままポンと置いて保管ができるということと、バッテリーもね、脱着式なので、脱着して専用の充電器で充電をする感じなんですが、まあ、バッテリー壊れてしまった時に買い替えることもできますし、あとは追加で1個あれば、まあ、長時間使うこともできるっていう利点があるかなっていう感じはします。で、実際に使ってみて感動したポイントが、まず1つ目が自動モードがね、結構優秀だったなっていう感じはします。床の汚れに合わせて勝手にですね強弱の緩急つけてくれるので、いちいち強弱を自分で切り替える必要がないので非常に楽というのが一つと、あとはまあそもそも清掃能力も高くなるじゃないですか、なのでいいということと、バッテリーも無駄遣いしなくていいっていうのが良かったんじゃないかなと思います。あとね、僕すごく気にするのが角の汚れちゃんと取れるかってすごい掃除機見るんですよね。で、この製品に関しては角の汚れすっきり取れたので大満足でした。で、これね、実際使ってみた感じ、やっぱり1ヶ月以上はねゴミ溜めておけるなっていう感じだったので、ゴミ捨ての頻度少なくできて楽だったなっていう感じなのと、サイクロンで僕やっぱり一番嫌だったのが捨てる時にね、とにかくホコリがすごい舞うのがね、アレルギー性鼻炎持ってるので非常に不快だったんですけれども、その辺のストレスもねかなり軽減できてよかったんじゃないかなと思います。まあそれに付随してなんですけれども、これの機構がね面白くて、ボタン1個で紙パックがポーンと捨てることができるんですよね。なので捨てる時にストレスが全然ないっていうところも非常に良かった点です。では続けて第4位がヤデア R6 という製品になります。これ何なのかっていうと、リンサークリーナーというクリーナーになります。何なのっていう話を簡単に解説すると、布汚れ専用に特化したクリーナーなんですよ。これ例えばコーラとかコーヒーとかをバッてこぼしちゃった時に、一般的な清掃って叩くじゃないですか、布で叩くみたいな感じなんですけれども、これって汚れ残るじゃないですか。それに対してリンサークリーナーっていうのはお水を吹きつけて、まあ、びっちゃびちゃにして、そのびっちゃびちゃにしたお水ごと強力にバキュームで回収するっていう機械なんですよね。で、これね数年前から結構流行ってるんですが、この製品何がやばいかというと、お湯が出せるんですよ。すごい珍しいんですよこれ実は。さらになんですけれども、これ水をさっきかけるって言ったんですが、だいたい家庭用って2パターンあって、霧吹きみたいに水をかけるタイプと、ボタンを押すと自動的にポンプになってバーッと水を吹きつけてくれる2タイプ。当然ボタンを押したら自動的に出るやつの方がいい製品になるんですが、これは後者の方ですね。ボタンを押すと水がバーッと吹きつけられて、しかも結構な水圧で出るので中までお水が浸透するというところの利点があると思います。あとはね、付属も結構充実していたなっていう感じです。特にね、幅が広いヘッドがついてたので、カーペットとかちょっと広いところ清掃するときはそれがあるとねすごい便利だなっていうところがありました。ではですね、これ実際使ってみてどうだったかというと、まずねホースがね結構長い 1.7 メートルもあるので良かった。というのも、まあ
例えば渋滞やるときもホース短いとね、いちいち本体を動かさないといけなくて手間なのと、さらにね、リンサークリーナー車のシートで使われることがすごい多いんですけれども、実際やったらわかるんですが、リンサークリーナーって車の外に置くんですよ。なのでホース長くないと要は奥まで届かないじゃないですか。なので片手で持ってとかってなるとちょっと面倒なんですが、 1.7 メートルあると例えば運転席の、まあ、奥まで届くので、結構ねこの辺は使い勝手が良かったかなっていうのが一つ目と、で二つ目なんですが、お湯になる速度がとにかく速い。10秒でお湯になったので、もうめっちゃ速いなっていうところでびっくりしましたね。3つ目は、まあ、これもお湯に関してなんですが、圧倒的に洗浄能力が高くなります。というのも、これも分かりやすい例で言うと、油まみれの手を水で洗うのかお湯で洗うのかだと、圧倒的にお湯で洗った方が汚れて落ちるじゃないですか。だいたい布汚れって油汚れが多いんですよね。例えば手とかで触った時の皮脂汚れとかがまあ代表的なんですけれども、なのでお湯が出るっていう時点で清掃能力バリ高なので、まあここはねやっぱこの製品の最大の利点なんじゃないかなと思います。第3位、これはねジャンルとしては水拭き掃除機というジャンルになりまして、去年ね 5,6 台ぐらいレビューしたんじゃないかなと思うのですが、その中でズバ抜けてたのがこちら、ティネコのフロア1 S5 コンボという製品で、一発目で紹介したやつが一番良かったなっていう感じなんですが、これねまず特徴を解説しながらどういう製品かっていうのが説明できると思うのですが、一押しで3つの動作ができるっていうのが特徴です。何するかというと、水をまいて強力にブラシでこすって、当然汚れた水になりますよね。それを強力にバキュームして回収するが一押しでできちゃうので、フローリングに住まわれてる方に対してはもうめちゃめちゃ僕は推している機械になるんですけれども、さらにオートクリーニング機能というのが搭載されてます。当然ブラシでこするとまあブラシ汚れますよね。あと中の気孔も汚れるので、スタンドに戻した時にボタン1個でクリーニングしてくれるんですよね。中とあとブラシをすごいクリーニングできて非常に便利ということと、さらになんですけれども、これ気孔を分離することができて、まあどういうことかというと、モーターを取り外すことができるんですよ。キットで付け替えるとハンディクリーナーにもなるっていう、これがねティネコのこの製品のすごいところなんじゃないかなと思います。で実際に使ってみて、まあスリムっていう風に製品名に入ってるぐらいあって、この水拭き掃除機の中だと非常にねスマートで小回りが効くなっていう感じでした。あとは、まあ、実際ね僕レビューしたやつも見ていただきたいんですけれども、清掃能力めちゃめちゃ高かったです。例えばコーヒーこぼしたりとか、あの卵落としてそれを実際吸ってみたりとかしたんですけれども、ピッカピカになりました。ならね清掃能力高いんじゃないかなっていうので感動しました。さらにね水拭き掃除機の弱点なんですが、カーペットの清掃ってできないんですよね。ただこれねマルチタスカーキットっていうのが別売りで売られてるんですが、それを買ってくるとなんとスティッククリーナーにもなるという無敵の互換性があるんですよね。スティッククリーナーに乾燥して使った感じもかなりね高性能だったので、やっぱねこの辺がねこの製品めちゃめちゃすげえなって思った点になります。めっちゃ感動しました。では次いきます。第2位がですね、ドイツのメーカーであるボッシュというメーカーから出てる高圧洗浄機になります。ボッシュの UA125 という製品になるんですが、まあ、高圧洗浄機、これもねどういうものかというと、高圧な水を吹きつけて、例えば車の洗車とか外壁、ベランダ、あとは玄関、風呂場、こういうところの汚れを剥がし去るという、まあ、便利な製品で、これも結構流行ってるんですが、その中のこちらの製品がねとにかくねコスパの割に性能がぶっ壊れだなっていうところでめっちゃ感動したっていうのが去年あるんですよね。特徴がまずコンセントタイプの高圧洗浄機ということと、スペックが家庭用の高圧洗浄機だとトップクラスに高いということと、あとは専用タイプではない、まあこんな感じの特徴なんですが、じゃあこれ実際使ってみてどうだったかというと、やっぱね価格の割にね性能がとにかくすごかったです。で高圧洗浄機、強い高圧洗浄機使うと、まあガンでこう水を出した時に反発があるんですよね。で反発がありました。これで2万円台とは思えないぐらいのやっぱりね清掃能力だったなっていうのですげえ感動したというのと、とにかくねすごい付属が優秀だったんですよ。で何がすごかったかというと、まあ、まず角度を変えれるノズルとかサイクロンとかまあいろいろあるんですが、この先端だけを付け替えれるんですよ。一般的にね、まあ、例えば人気があるケルヒャーとかってランスごと全部付け替える感じになるんですが、これねランスと先端が分離してて、例えば角度を変えるノズルを
もう取り替えるみたいな感じなんですよね。あとはもうメインのノズルが回せるんですよ。で、普通にこういう広角で出るやつとサイクロンで出るやつとかっていうのをここで回して切り替えれるっていうのも、これね、ほんとすごい機構だなって思ったので、めっちゃ感動しました。さらにね、ガンもねすごい作り込まれてて、こうくるくる回せるんですよ。ランス自体くるくる回せて、こう角度を変えれるので、車の底洗う時とかいい角度でね、こう切り替えながらできるっていうのも、これ業務用とかでよくある機構なんですけれども、これが2万円台の家庭用の高圧洗浄機でついてるっていうのがマジでやばいな。こんなもの出してるのみんな知っちゃったら他のもの売れなくなるんじゃねっていうぐらい僕が感動した製品なので2位にさせていただきました。第1位、これはねちょっと前にレビューしたばっかりなんですが、スティッククリーナーの中でもやっぱ最強だなと思ったのがこちらになります。シャークのエボパワーシステムネオというシリーズになります。これでまあシリーズがいくつかあるんですが、まあ、全部いいと思います。で、何がすごいかというと、シャークの掃除機ってマジで、ね、清掃能力めちゃめちゃトップクラスに、そもそも高くて人気がある掃除機なんですが、唯一の欠点が重かったことなんですよ。これ 1.5kg で出してきたので、シャークの中だとまず軽いということと、ヘッドのローラーがめちゃめちゃ優秀で、ふわふわなやつにゴムのね、なんかピンがついてるので、フローリングからカーペットまでめちゃめちゃトップクラスに清掃能力が高いというのも特徴の2つ目になります。あとスタンドもきっちりついてきて、置くだけで充電できるのと、綺麗にねまとめて置けるっていうのもめちゃめちゃ良かったかなっていう感じで、これ実際使ってみてどうだったかというと、軽いのに今までのシャークと変わらない、まあ、使った感じ変わらないぐらいの清掃能力がありました。特にね、角の汚れがねめちゃめちゃ綺麗に落ちるのがマジで感動したのと、カーペットもバンバン叩いて回収してくれるので、やっぱりね清掃能力高かったなっていう感じです。あとそもそもね、機構がねスマートなので、ハンディとして使う時もトップクラスに優秀です。あと自走式といって勝手に前に進む機構になっているので、操作性もねとにかく高くて、ライトもねなんか程よく照らしてくれるので、まあ汚れが浮き出てすごいね、清掃能力、掃除機としてとにかく優秀なのと、めちゃめちゃかっこいいんですよね。なのでこれは今あるスティッククリーナーの中でどれが一番いいですかって言われたら、僕迷わずこのネオシリーズを推してます、今は。というところで、去年使ってみて良かったものを5つ今回ランキング形式でお届けをさせていただきました。ぜひ参考にしていただければと思います。ではですね、この動画参考になったなって方はいいね、チャンネル登録よろしくお願いします。今年も1年よろしくお願いいたします。じゃあまた。